はい、こんちくわ、三次郎です。どこ見とんねん話やけど、またちょっと思いつきでね、思いつき企画、60円のぶっかけそばをが料亭の味になるか検証動画みたいなね、ということで、要スーパーで売ってる安いなんちゅうたらいいんかな、ざるそばの安物版みたいなね、まあ、ちょっと画面切り替えます。はい、ちょっと待ってくれっしゃ。はい、どうも。いまだにカメラの位置がアバウトでね、なんかよう分かりまへんけど、なちょっと行きますね。行ってみよう、ということでまずちょっと呼ばれます。カンペで、これが要スーパーで売ってるあのスーザルそばみたいなやつですね。これを、あ、何が知りたいかで、これ多分100円か90円かそんなんですね。で、ちなみに賞味期限切れなんですけど、こんなんもうそけないですやん。そばだけですやん。そばと海苔とわさびとタレとで、タレというんかな、おつゆというんかな、それでまあ100円か80円かそんなんなんですけど、それがなんと料亭で食うようなそばにできるんかみたいな。はい、じゃあ行ってみますね。まずこれそば、おもむろに開けます。これね、これそば入れます。んで次、こうやって見えるんかな、ここが見える、これおつゆね、これもまあまあ、あ、箸がないな、箸が忘れてるわ。これをまあ入れます。箸をちゃうわ、おつゆを入れる。で、これ何、これまあよう入ってる海苔やね、中入ってる、これ海苔、刻み海苔、はい、入れます。はい、これわさび入れます。まあここまでは普通ですやん。これがまあ100円で食べれるね、ありがたい話で。ちょっと箸持ってきます。ついでにうがいしてきたという、うがいおっさん。はい、次何を入れるかというとね、そうやな、これわさびはわさびでも、これ本刻み、ちょっと高いやつですわ、ええやつ、あの100円で売ってるように売っちゃいますね。ちょっとええわさび、これ全然ちゃいましたろ。これをおもむろに入れると、ほれ、これが安物わさび、これめっちゃ、ほれ、色が全然ちゃいましたろ。はい、ええわさびを入れる。で、さらにこれニンニク、これもええニンニク、料亭ニンニク、これをいく。これもう容器からして高もんっぽいでしょ。これを入れる。ニンニク入りそば、ええ匂い。ほんで
これ卵ちょっともう食べとん、ちょっと食べちゃってるけど、これキビの平飼い卵言って、これめっちゃ高い卵、要はこれ鶏をなんちゅうのこう檻に入れてるんじゃなくて、こう広いとこで飼うてる鶏をの卵いうことで、これがもうめっちゃいい、高い、これ6玉入りでだいぶする。はい、これを入れる、これをおもむろに2ついきましょう。これを2ついく、うわ、ちなみにこれ初めてやっとるからね、なんか味に保証はない。ここでちょっとなじませますね。これね、食べた人やったら分かると思うねんけど、もうそばがもうなんちゅうたいの固まっとる。私基本卵潰すの嫌やねんけど、潰そうかこの際。にんにくとわさびがこううまいこと混ざらんと、この黄身を、あ、いい感じで混ざったかも。はい、でまだ年高級ね、これお前どんだけニンニク好きやねんいう話で、フライドガーリック、これをおもむろに入れます。あー、これは肉ちゃうねんからあんまり入れん方がいいかな。これはちょっと失敗やんやな。でから、まあ、これはもう普通のネギやね、カットネギ。これはもうおもむろに、これももう期限切れとるから全部いっとこう。はい、これで結構ええ感じになったんちゃいます。ほんで最後海苔、これもちょっとええ海苔、有明海苔、厳選有明海苔、これをおもむろに開けますね。こんな高いのに普通買いまへんで、これええ海苔、これをおもむろに入れる。これでどうやろ、もうこんなん買えへん、これなんちゅうの、調味料っちゅうの、なんちゅうてんやろ、分からんけど、こんなん買えへんやつばっかり、高もん。はい、で出来上がり。はい、実食いただきます。味に保証はなし。どうやろ、超楽しみ、うまそう。特に変わりないね何も入れんと食べんのとほぼ同じ味、ニンニクいらんしみたいな、わさびが少ないんかな。
ニンニクはいらんかも。普通みたいな。はい、ということでちょっとゆっくり呼ばれます。一旦失礼します。はい、もうちょいしょ。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。喉に引っかかったということで喉に引っかかった。もうおじいになったらもう喉気管支が狭くなるいうの。こういう海苔とかね、ごまとかこの細かいのがみんな引っかかる。はい、っていう感じで、検証結果、安物のそばはやっぱり安物やみたいな、何入れても味一緒みたいな。っていうことです。ちょっとニンニクがいらんかな。わさびとええのりだけやったら美味しかったかもしれんね。そばにニンニクはねちょっと失敗やったね。っていうことで、すんまい、これなんちゅうん、その5円っちゅうの、このもう七味とかね、昔は大好きやったんやけど今も食べれませんね。粉が全部喉にくっつくっちゅうの、引っかかるっちゅうので、咳が出るっちゅうの。今そんな咳できませんや、ほんまに。だからね、ほんまにこんな、今日は何食べたんかな、海苔やねん、ごまかなんかやねん、多分あの最初からついてるそばについてる海苔とごまのなんかあの組み合わせみたいな、あれがもうここにくっついとんねん。はい、失礼。ということで、年寄りはごまは食べないよ。ということで、特に今の時期は食べないよ。喉詰まって死ぬのはええけど。今咳したら迷惑やからね。失礼。ということで、いつもくだらん動画で申し訳ないです。ちょっとね、まあはい、まあ、こんな感じでまたやっていきたいと思います。懲りずにまた見てやってください。いつも応援ありがとうございます。以上です。さよなら。失礼します。
温かくね。お願いします。チャンネル登録お願いします。